京から電車でおよそ1時間、太平洋に望む大都市横浜。古くから外国文化の玄関口として栄えてきた港町です。町のランドマークである大観覧車、そして港の見える丘公園、三景園など観光スポットが満載です。西洋文化の面影を通りや家に残し、歴史的建造物として保存しています。貿易品の保管倉庫だった赤レンガの建物、今ではさまざまな観光イベントに利用されています。中華街では数百のレストランが軒を連ねています。横浜は何といっても海の町、ウォータースポーツが盛んで、海辺のアミューズメント施設が充実しています。そして夜の横浜、オフィス街をライトアップして街全体をイルミネーションしています。忘れられない美しい夜景が楽しめます。外国との交流が盛んな国際都市横浜、アフリカ開発会議などさまざまな国際会議が開かれ、重要な役割を担っています。横浜市では海の環境保全に対する取り組みが行われています。横浜市にある日本最大級を誇る水族館、ここにはトンネル型の水槽があり、まるで海底から魚を見ている気分を味わうことができます。この水族館が横浜市と協力して行っているのが、子どもたちに海の環境問題について学んでもらう教室です。海の問題他にありますか？はい、ゴミ化問題。はい、うん、ゴミ問題ね。砂浜で拾ったゴミを集め、何があるのか調べたり、海の生物の飼育体験をすることで環境保全の意識を育んでいきます。可愛い生き物たちがいたり、なんか自分たちが海を汚しちゃうのはかわいそうだから、自分はポイ捨てとかしないようにしよう、したいなと思いました。環境保全への取り組みはさまざまなところに広がっています。横浜の中心部を流れる大岡川では、ウォータースポーツ、サップが人気を呼んでいます。街中から川を下ると、水上からの景色を誰でも楽しむことができます。かつて川は汚れていて、ここでウォータースポーツを楽しむ人はほとんどいませんでした。船だとかボートだとか、そういうものを、まあ、昔から持っている子供心ですよね。それをもう一回こう大人になって、もうこの川で水上でアクティビティをこうやってみたいっていう。そこで10年前、この地域の人々は横浜市にお願いし、桟橋を作ってもらいました。これがきっかけとなり、水上アクティビティを楽しむ人々が現れたのです。すると汚れた川を間近で見た人々が、川をきれいにする活動を始めました。川を楽しむことが環境保全の取り組みへとつながっていったのです。日本が誇る港湾都市横浜、海とともに町の未来を作っていきます。